テレビのスコアでですね、2位の選手が1位になった、1位になったっつって報道したんですよ。実は1位になってないんです。1位になるかもしれない瞬間にね、もう1位になった、1位になったっつって報道したんですね。まあこれは後にいろいろ批判もありましたけどね。で、この種の報道っていうのは、アホか、それとも大げさに言う癖がついてるか、どっちかなんですね。しかし、これがこれで収まればですね、まあ大したことはないんですよ。まあ、たわいないスポーツの嘘なんです。ところが、これが放送局に定着してるもんですから、定着してるとその定着が今度基準になってもうちょっと嘘つく。で、それがまた今度基準になってもうちょっと嘘つく。で、スタップ細胞みたいな嘘になるんですね。で、スタップ細胞ぐらいの嘘が一応通用すると今度の病気の嘘になって、さらに、石油はなくなるよって嘘に達するっていうふうに、こう、嘘のこう、少しずつ地ならしみたいなもんなんですね。だいたいこういったものはスポーツとか芸能で、たわいのないところで嘘が蔓延して、それが職場全体にこう、嘘ついていいじゃないか、このくらいいいじゃないか、お前こんなことをまあ問題にするのは素人だよ、テレビ知らないんだよっていうふうに雰囲気ができちゃうんですね。ということで、これはテレビの嘘手法の勉強の処方になりますので、これを出しました。ところで、なんかね、報道の記事に、著作権があるっていう人がいるんですね。で、著作権っていうのは、著作権法っていうのをよく見たら、よく見なくたっても、1条か2条の目的かなんか見たらよくわかりますが、事実ではないもの。つまり感情だとか、絵ですね。絵とか音楽ですよ。要するに事実ではないですよね、あれ。絵なんていうのはまあ想像ですよね。それから音楽なんかあって想像ですよ。ああいった人間の頭で生じる創造物であって、それで表現されたものを言うんですね。ですから、まあ人間の頭で考えたものっていうのはやっぱりオリジナリティっていうかね、それは独自性がありますから。まあそれを保護しようっていうのが著作権なんですね。ですから、ニュースで、事実を書いたものには著作権はないんです。まあそれ苦労してるじゃないかっていうんですけど、それは苦労はどんな場合だって苦労してるんで、著作権法っていうのは著作権、それは定義がありますから、法律ですからね。これは難しいんです。これはね、写真はこれ事実だと思うんですね。ですから写真には著作権はないと思いますし、最高裁の判例によれば、テレビに映ったやつをカメラで撮ったやつは著作権は生じないようになってます。著作権ってのは本当に現物の生々しさ。絵ですとね、例えば絵をどっかの展示会にあったからそれを写真撮ったってやつは著作権が及ばないんですよ。そのくらいのものはですね、ものすごく精密に撮った場合は、そこのところ照明も検討してプロがね、綺麗に撮ったやつは著作権が生じる可能性があります。それは裁判でなくちゃその限界はわかりませんけどね。だけど我々がちょっと言ってカメラで撮ったなんてやつは入らないんで、これは入りません。だけどもこの記述はこれ嘘でしょ？事実を示してないわけですよ。事実を示してないのは創作物とも言えるんですよね。で、これは難しいんですよ。私なんかが、NHK なんかは全部創作物かもしれないんですよ、あれ。事実じゃなくて。そうすると、事実じゃないものを使うと創作物ですからね、それは。だけど、これは犯罪性の創作物ですよね。犯罪かどうかはわかりませんが、国民からお金をもらって事実を伝えるよと言って事実じゃないものを流したと。その場合、それについての著作権があるか。確かに、事実ではない創作物。だから、著作権は基本的にあるんですけども、法律というのはね、善良な第三者を騙すような場合は、違いますからね。ですから、まあ、刑法はどうなのか知らないけど、民法ではですね、こういった著作権の問題っていうのは、嘘についてはやっぱり成立しないんじゃないかと。芸術作品とかそういうこうね、正面からのやつはそうですけど、こういう報道を装って報道ではないというようなものはですね、著作権及ばないんじゃないかと思いますが、これ難しいんですよね。著作権っていうのが、まあその書いてあることははっきりしてますよ。判例もはっきりしてます。判例はほとんど著作権法に書いてある通りです。当たり前ですけどね。頭に浮かんだ、創造物、感情とかね、思想とか、そういうに基づくものですから、これがね、感情、思想に基づいてるかったら、テレビは嘘をつくという思想がある場合は、もしかしたら
これが、著作権にかかるのかなと思ったり、わかりませんね。人間は崩れてくると崩れますからね。